マネッセ写本の挿絵、ハルトマン本は上マネッセ写本は、中世世紀における、ドイツの代表的な140人の宮廷詩人の、詩歌を収録した大型の高化彩色写本。施設総計6000。最も総合的に収集された、中世の詩集として、また、各宮廷詩人を描いた美しい挿絵で知られている。大ハイデルベルク歌謡写本とも、洋皮紙製、一様の大きさ。 355X250mm、文字部分 260X175mm、2段組、各段46行、計426行、客員の後の、が宿を区切る。施設ごとに段落。各施設は、大きい文字で始まる。チューリッヒの都市貴族、マネッセ家の注文により、1280年頃から1330年頃まで、 おおよそ50年をかけて作成されたと考えられている。ヨハネス・ハートラウプは、リューディガーとヨハネスのマネッセ親子を称えて、東王国においてここ、チューリヒほど多くの歌謡が収集されたことはない。マネッセ氏が歌集の収集に絵位務めたのだ。その息子殿も同じ事業を遂行された、と歌った。写本には王公を含む、 各宮廷詩人を描いた137枚の細密画が含まれ、貴族、騎士の場合は、馬上や理事愛に参加した、際の紋章をあしらった、完全武装の姿で描かれていることが多い。詩人の名前をモチーフとしたり、その詩のイメージで描かれている図案も少なくない。両方のモチーフを含む顕著な例が、バルター・フォン・デア・フォーゲル・バイデの細密画で、 画面の髪型、縦の表面と兜飾りに、詩人の名前フォーゲルバイルにちなむ鳥かごがあしらわれ、画面中央には、彼の最も有名な格言詩の冒頭部分そのままの詩人の姿が描かれている。これらの挿絵は、美術史の観点からも、ドイツミンネ・ゼンガーの宝物伝との賛辞を受け、ゴチック世俗絵画の最重要作品とされている。 全137点の総画の大部分は一人の画家の手になり、残りの27点が3人の画家の手によって制作された。紋章、兜と飾り等の正確さについては疑問があり、むしろ理想の宮廷生活が描かれていると言えるが、細密画は数多く模写複写されて広まっている。写本に残された作品の作者は多くが百年以上前に活躍した詩人であるが、 写本制作時に近い時代に活躍した詩人もおり、ミンネザングの最初期から、長楽期までを包括する、優に150年長にわたる、主家作品の修正がこの写本である。地域的にも広範囲にわたり、シュタウフェン王朝の拠点であり、旧帝主の温床であったシュバーベン、フランケン、エルザスを中心としながらも、バイエルン、スイス、オーストリアにまたがり、さらに、 中林源などの北、ドイツから、ルクセンブルク、ブラバントに広がる。マネッセ写本の差し絵、編纂者と推定されてい、ヨハネス・ハートラウプ各詩人の順番は大ね身分の、順で、神聖ローマ皇帝ハインリヒ六世から始まり、コンラディオー、公、焼白、騎士、平民と続いている。写本成立後200年間、その存在場所を示すものは知られていないが、 1594年に、ハイデルベルクの選定校の宮廷古問館、ヨハン・フィリップ・フォン・ホーエン・サックスが、上司となっていた、スイスライン渓谷のフォステグ城にそれは現れる。ヨハン・フィリップが戦死すると、ネーデルランドの男爵家出身の妻は写本を、ザンクト・ガレンの法学者、バートラメイアス・ショー・ビンジャーに委ねた。彼は白学のメルヒオール・ゴールドアストと共に、その一部を書き写した。 1607年には、ハイデルベルクの選定効果の所有するところになり、その後1657年パリに移管され、フランス王立図書館に保管されていた。1690年に、デンマーク人、フレデリック・ロスキアードが、写本の全部を書き写した。その後、ヨハン・ヤコブ・ボードマーとヨハン・ヤコブ・ブレイティンガーがこの、写本とルディガー・マニッセを結びつけ、この写本を、 マネスセ写本と称した。19世紀に入ると、これをドイツに取り戻そうとする、または買い戻そうとする交渉が幾度となく、試みられたが、いずれも失敗に終わった。1888年にハイデルベルク出身の書店主が、フランス国立図書館の探し求めていた、社本166編を国費の援助を得て、イギリスから購入し、これらとの交換の交渉に成功した。 以来この写本は、ハイデルベルク大学図書館に収蔵され、コーデックスパラティネスゲルマニクス848という番号を付けられている。オンラインでは、http://www.hands.chriftencensus.de 4957な。お、同図書館は小ハイデルベルク会用写本をも、所蔵している。 後者は、前者よりも古く、1270から1280年頃の製作とされる。両写本成立の間に完成したのが、シュトットガルト州立図書館像のバインガルテン写本であり、古い写本から順に HS、HSA、HSB、HSC と略号が付されている。最初のマネッセ写本の本文工程版は18世紀末から19世紀初めに、 かけて出版されている。ウィキメディアコモンズには、マネッセ写本に関するメディアがあります。ありがとうございます。